リモチサダは、東末から古代十国時代の木の王。元の名は、総文通。新州白夜県の出身。はじめ党のこの絵兵である、新作軍の一兵卒であったが、高宗の乱の鎮圧で名を上げて、起宗に禁止を許された。やがてその軍事的功績により、節度史に任じられて、国政である、理政を与えられて、リモチサダと名乗るようになった。後継四年。 王将節土市、リマサフの反乱を沈めた、リモチサダはその後任に任じられて、県領大位、自中、老政軍王に任じられた。庶民出身で民間に通じていたリ、リモチサダは民政に力を注ぎ、領内の戦乱による後輩からの復興を成功させた。大順元年、隣接する京元節土氏の反乱を沈めて、その本拠であった、冠中を支配すると朝廷が派遣する。 公認節度誌を妨害し、副診を止めごとして派遣したため、実質的に二つの節度誌を兼任することとなる。これに激怒した、昭州は、犬安氏二年に、リモチサ討伐軍を起こすが、リモチサが倒された場合に次の粛清の対象となる、ことを恐れた、他の節度誌が朝廷への協力を拒んだために討伐は、失敗、リモチサが、冠中全域を平定する結果をもたらした。 これに勢いづいたリモチサダは、光化四年に昇州に迫り、器用に封じられた上に、昇州を自分の根拠である法省に移して、戦闘を宣言した。この時柔道二十州を統治したリモチサダは定位をうかがえる勢力を有するに至った。急速な勢力拡大を遂げたリモチサダに対して、他の節度師が激しく反発し、 主前中やり活用ら有力者が打倒リモチサダへ動き出す。天又三年に、法相を包囲した、主前中は、職の王権と結んで攻撃。リモチサダは、招州を主前中に引き渡して降伏した。領土も二道七州に削減され、没収された領地は、主前中と王権によって分割された。天遊四年、唐から禅城を受けた、主前中は公領を建国する。 この動きに合わせ、各地方の藩陳も次々と地方政権を樹立し、王や皇帝を自称するに至った。先の戦いで勢力を削がれた、李持チも王府を開き、百官を設置し、自立政権としての体裁を整えた。また巨匠を宮殿、妻、竜士を皇后と称すなどしたが、赤日の勢力はなく、皇領と前、 食に挟まれ細々と名脈を保っていたに過ぎなかった。江東の召集、イアリツゲが高領を滅ぼすと、天二21年に、リモチサダはその圧力に屈してその領土を、召集に献上し、木はここに滅亡した。召集は降伏した、リモチサダを、江東の諸行王として新王に封じたが、ほどなくして病死し、宝送権で、妻、劉氏との合葬墓に葬られた。 1998年に、先生賞法刑資金大区金が賃料。村でこの墓が発見され、1999年11月と2001年4月から9月にかけて発掘調査が行われた。その報告集も交換されている。李銃署名は、実に、首都もろの,の娘の祖国プジンをめとった。後に、高等の招集、リアリ継への借り子。 理事明署名は、率に、明理事テラシ署名は、率に、勝率に、ありがとうございます。